天気予報です。西日本と東日本は日本海側を中心に雨で激しく降るところもあるでしょう。太平洋側は晴れますが、急な雷雨に注意が必要です。九州から関東にかけては、今日も猛暑日になりそうです。熱中症に警戒してください。週間予報です。札幌は明日も晴れますが、金曜日と土曜日には雨が降るでしょう。仙台から那覇は晴れる日が多く、この先もしばらく厳しい暑さが続きそうです。天気予報でした。